りですか？いらっしゃいませ。やっぱり俺無理です。観念しろに言った。客の言うこと聞かないに来てるんです。潜入捜査。俺も刑事を辞めます。ダメです。はい、はい。好きな俳優さんとかタレントさんとかっていらっしゃったりします？え、それこそ木村拓哉がすごい好きで、ちっちゃい頃、3歳ぐらいから好きで、じゃあ前のこれいただきます。向けない。タケヤがいる。はい、涙が。どうされました？なんか今自分にできることありますか？うわ、名前呼んでもらってハグされたいです。お姉ちゃん本当にあの今日は来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。アスナロだけや、ダメだ、アスナロだ、アスナロだけや。泣いちゃった。嬉しかったよね。ありがとうございました。ありがとうございます。仲良くなった。